150番斜めドップラー効果です。1番遠くから近づいて遠くへ過ぎ去っていく、その時の振動数変化ですが、近づいてきますのでだんだん音は高くなりますが、横転通過の時は近づきも遠ざかりもしない。右の方に無限遠方に行くと VS で遠ざかっていく、音は低くなる。高い音から低い音になる。これが正解ですね。この真ん中のところが V0 になります。ちょうど横転通過の時は本来出している F0 の音を出す、 F0 ですね、 F0 の音を出す横転を通過中がこの真ん中になります。2番、観測者が聞く振動数の最大値、高い音 F2 と最小値、一番低い音 F1 を求めなさい。これは左無限遠方にいるときは P 点にとって VS でまっすぐ近づいてくるのと同じになります。無限遠方にいると、また右側の無限遠方に行くと VS で P から遠ざかっていくのと同じになります。したがって F2、最大値 F2 は音速音速引き算引き算、音源から観測者、これ右向きがプラスになります。観測者は止まっています。音源は右へ VS で言ってますから、プラス VS を引きます。本来の音、これが最大値です。それから最小値 F1 というのは、右端に右へ行っていますから、左向きが音源が右ですから、観測者左ですから、左向きがプラスになります。音速音速引き算引き算、観測者は止まっています。右へ動いています。左向きがプラスですから、マイナスの VS になります。の F0、 これが最小値になります。観測者が聞く音の振動数が正確に F0、 ここを通過の時に出した音は近づいても遠ざかってもいませんから、F0 に聞こえます。しかしここから出た F0 の音はここに来るまでに、音速分の H 距離、速さ分の距離の時間が経過しています。ここで F0 を出して聞こえるんですが、 F0 が聞こえるんですが、到達するまでに V 分の H の時間が経っています。その音が到達するときには、音源はここまで行ってしまってますよね。ここまで行った時に音が到着する。この距離は VS で動いていますから、到達するまでの時間が V 分の H ですから、 VS かける時間、ラージ V 分の H、 動いた点、これが X 座標、 Y 座標は0ですね。4番です。観測者が原点 O を通過する音源を見たとき、ここですね、音源がここを通過するように見たときに音聞こえていますが、その音はここら辺から出しているわけですね。音が到達するのに時間かかりますから、音源が O を通過するときに聞く音は Q のときに出した音が聞こえているというお話です。この時の QP と QO の比を求めなさい。QO と QP の比ですが、T 秒間、ここから音源は O まで T 秒間かかったとすると、この距離は VST です。音源は VS で右へ動いていますから、T 秒かかって O まで行きました。その Q 点で出した音が同じ T 秒後に P に到着するわけです。したがってこの距離は音速×T 秒間。こちらは音源の速さ ×T 秒間。ここで出した音が P に到着するとき、音源は O に到着している。O に到着した様子を P で見えて、Q から来た音をその時に聞くというお話です。QP と QO の比です。 QP と QO の比は QP がラージ VT、 QO がスモール VST ですから、 T が消えてスモール VS 割るラージ V になります。その時の振動数 FX を求めましょう。ここで出した音が F0 の音が FX として聞こえています。この時の近づく速さは垂線を下ろしてこれになります。VS ではなくてこれになります。
この三角形とこの三角形は相似ですから、こう垂直ですから、長い分の短いです。長い分の短いですから PQ 分の QO が VS 倍したものがこの速さになります。長い分の短いですから VS を本当の長さをこれ分のこれ、ラージ V 分のスモール VS にしたものがこの近づく速さになります。したがってドップラー効果の公式からここで出した F0 の音を FX として聞くわけですが、その FX は音速音速引き算引き算、オブザーバー止まっています。音源はこの赤い速さで近づいています。ラージ V 分のスモール VS の2乗、本来の音程ということになります。